私はそれからの人生でこの日の出会いを何度も後悔することになる。すっごい美人。No hagas algo de lo que te arrepentirás, Taiko. つけて、私は第二の人生を。あんた可愛だったっけ？早速パトロール行こっか。なきえろ。警察の基本は親切な市民応接。わかった？はい。ご親切にどうも。それじゃあ。どうぞどうぞ。交番に行きましょう。連続発生の空き巣現場に残された足跡と同じお靴を履いてるなと思ったら、リュックにバールっぽいのを入ってるでしょう。ゆっくりお話ししましょうよ。Son expertos, expertos, Bob. 20 minutos después. ねえ、ねえ、今どんな気持ち？刑事でも何でもない交番の小娘に捕まって。足を洗おうと思ってます。うんうん。そうだよね。Así sí de ganas robarte。女性警察官だから子供好きとか優しいだろとか、そんなの決めつけです。そもそも、子供が好きなんて優しくてまともな女が警察官になるわけないじゃないですか。Por la causa。ああ、eso tiene sentido。それじゃあ。No。もう二度と会いたくないですからね。あ、huevo! Triunfó el mal! 頑張んな、新人さん。どうも。てめえらなんか不祥事起こして、路頭に迷っちまえ。セゴロ？周りが迷惑すんのか分かんないのか。痛い目見てから反省する前に起こっちゃってんだよ。ちょっと聞いてます。なんなら、富士部長、このQué demonios fue eso? ¿Qué de... qué? ¿Qué? 神聖な仕事と言えますか？警察官の主な仕事なんてサンドバッグなの。犯人捕まえてる時よりサンドバッグになってる時間の方がずっと長いの。¡Qué profundo! 許可を見せてください。すいません、しました。この警察め、かわいい。自分責めるのに公用車使わない。してできるの？にブツブツ言って次こそクス野郎来い。たくたくこわ、いつもそんなこと言ってたんですか。ケミエラ、そろそろ行くよ。え、安全教室。何かあっても遺族は大切にしてもらえるよ。う、生きてる職員は大切にしてもらえないんでしょうか。かっこいいね。普段濁った目の警察官や犯罪者に囲まれてるから子供たちの澄んだ目が眩しすぎる。守らないといけないんですか？ルールを守る理由？刑務所にぶち込まれないため。小学生用に用語変換ってなんて言えば。 No! Siguiente pregunta! 私もおまわりさんになりたい。お姉ちゃんたちの交番ってどこ？パンフ？何？おまわりさんって怖いね。うん、やっぱりなりたくないね。こんなところで取り締まりしやがって。うるせえブスども。あいつ興奮してシートベルト忘れてます。よっしゃ、もう一回切符切って免停食らわそう。